はい、こんにちは。必殺料理人チャンネルです。今日はね、暑いので、そうめんシリーズのね、第6弾、第7弾をね、配信していこうと思います。本当にね、今日ニュース見てたら、アメリカで54度、中国で52度。もうね、暑くてね、食欲なくなるよね。だからもうそうめん様、本当によろしくお願いしますっていう季節になっちゃいますね。だからね、今日はね、沖縄のシークワーサーっていうもずくね、これと、かつお風味のね、味付けのもずく、これでね、まぜそうめんをやっていこうと思います。ね。で、まず、いつものようにね、割れちゃったな、これ。割れちゃったけど、卵を乗っけます。ね。こっちも、卵を乗っけます。で、それで、まずね、こっちからいこうかな。もずくからね。まあ、和風のもずくだからね、いけるんじゃないかな。大して、ね。で、まぜそうめんですから、こう、ね、卵を溶かして、どんどん混ぜていきますね。でね、いろんな YouTuber さんの動画を見てるんですけど、先輩 YouTuber さんの中でね、そうめんは、茹でないよっていう方と、茹でるよっていう方と、両方いたんでね。今日はね、茹でない。ね。沸騰したお湯の中に、そうめんぶっこんで、まあ、ものによりますけどね、1分ぐらい放置した状態ですね。その状態でやってみました。まあ、感じからしてね、歯応えありそうだなっていうか、喉越しも良さそうだなっていう気がします。でね、これで一回食べてみますよ。ね。めかぶだよ。でね、いつも準備、そうめん食べるときはもう必須ですね。これ、ね。前も5段でも6段でもやったかな。みょうがと大葉です。ね。みょうがと大葉を足したらどうなるか。もう大葉はね、夏の料理にはね、欠かせないね。この風味というかインパクトというかね、もう欠かせない。ね。これ、トッピングしてね、食べてみます。この風味。ね。で、ちょっとね、インパクトが欲しいなっていう方は、ポン酢がね、意外と合うかもしんない。ちょっとだけ入れますよ。もう、小さじ1杯ぐらいかな。このポン酢の酸味と、めかぶのね、甘み、うまみとね、合うんじゃないかなっていう、今一瞬そう思って、材料を準備しました。これね、めかぶとポン酢、大葉、みょうが、この組み合わせはね、最高だね。うまいわ、これ。本当にうまい。うまいな。全部食べちゃおうかな。ればっかりやってたもんね。これ、沖縄の、もなってたから沖縄の方なのにね。シークワーサーモズク。これでもやっていこうと思います。これはね、僕好きなもんだから、去年も随分食べたからね、
もう絶対合うって確信があるんだよね。もうこれだけでうまいんじゃないかな。ねえ、混ぜそうめんと。これはね、もうポン酢いらない。ポン酢いらないよ。みょうがと大葉ね、しそくん。これ合わせたらもう最高だね。これもね、もう本当に夏の食欲不振をね、一発で解消してくれる必殺アイテムだよね、これね。最高。本当はね、今日夜ご飯食べたくなかったんだけど、食べてよかったですね。うまいよ、これ。いやー、たまらんね、しかしね。あのね、味が足りないかなと思って、これ、かつお節準備しとったんですよ。いらないですね。これだけで十分。本当にね、バッチリですよ。ね。これね、もずくとめかぶね、皆さんぜひやってください。で、トッピングで、みょうがとね、大葉。特に大葉はね、風味がね、もうバッチリそうめんに合いますから、ぜひね、使ってみてくださいよ。ね。で、いろいろね、迷ってましたけども、まあ、7月いっぱいは、そうめんシリーズでいっちゃおうかなと思って、ね。朝ごはんシリーズもやってますけど、これが第6弾、第7弾のね、そうめんシリーズです。でね、あと今月いっぱい、今日何日か、17日かな。だから、もう17日って言っても、あ、もう18日になってるよ。ね。あと10日ぐらい、ね、そうめんシリーズを、あと1本か2本ね、行きたいと思います。スーパーに行っていろんな食材探して、発信していきますので、前のね、第1弾からね、キムチから始まってますけど、ぜひね、そちらの方も参考にしていただいて、このね、非常識な50度を超える暑さにね、打ち勝っていくためにね、どんどんそうめんを食べましょうよ。ね。ではね、またそうめんシリーズでお会いしましょう。ではね、よろしく。